皆さんこんにちは。日本共産党でございます。ただいまから本日77回目の終戦記念にあたりまして、日本共産党からお伝えをさせていただきたいと思います。司会進行、日本共産党埼玉県議会議員の私村岡正樹が務めさせていただきます。誰もがウクライナの悲惨な状況を想像できたでしょうか。憲法原文には政府の行為によって再び戦争による惨禍を起こさないと決意が明記されています。日本共産党は反戦平和を貫いて100年の党です。この日本共産党が平和のためにどのように今後頑張るか、そうした決意も含め3人の弁士からお伝えをさせていただきます。まずはじめに、来春の県会議員選挙、この川口から立候補を予定しております山崎素直県議予定候補を紹介いたします。お集まりの皆さん、川口駅前をご通行中の皆さん、こんにちは。日本共産党県政対策委員長の山崎素直です。今日は8月15日、77回目の終戦記念日です。日本が始めたあの戦争で、植民地をはじめとするアジア太平洋地域で2000万人、日本国内でも300万人の方々が犠牲となりました。命を落とした方々に心よりご冥福をお祈りするとともに、あのような過ちを二度と繰り返さないために今後とも一生懸命頑張ります。皆さん、ここ最近日本は近隣諸国と友好的な関係を築けているとは言えません。勇ましいことを口にする政治家も増えてきました。でも皆さん、ロシアとウクライナの戦争を見てください。この5ヶ月軍人はもとより、子どもからお年寄りまで多くの方々が命を落とし、生活の場も破壊されています。私は自分の子どもはもちろんのこと、誰の子どもも戦争には行かせたくありません。平和を守るのが私たち大人の責任ではないでしょうか。日本共産党は暴力ではなく対話をすることによって平和を築いていく、外交努力こそが重要と考えています。皆さん、武力ではなく対話を通じて平和を作る、この声を一緒に大きくしていきましょう。皆さん、国ももちろん平和を作るために努力する必要がありますが、私たち市民にできることもあります。皆さん、この川口市は日本で一番外国人が多く暮らす町、人口の 6%、 3万9000人もの方々が暮らしています。中国、朝鮮半島をはじめ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、そしてクルドの方々が暮らしていますが、皆さん、職場や学校、近所でこの人たちと友好な関係、対等な関係が築けているでしょうか。人権を大切にする国は戦争をしません。私たち一人一人の振る舞いが友好関係を築き、それが平和の礎となります。皆さん、平和と民主主義を貫いてきた日本共産党と一緒に、暴力ではなく対話で友好関係を築いていき、そして平和な未来を私たちの子どもの世代にまでしっかりと引き継いでいこうではありませんか。これからも
100年、200年、平和を、日本の平和を守っていくことを一生懸命頑張っていきます。これを誓いといたしまして、私、日本共産党山崎綱男の終戦記念日の平和への決意とさせていただきます。ありがとうございました。山崎綱男県議予定候補でございました。次の弁士をご紹介します。伊藤岳参議院議員でございます。川口駅をご利用の皆さん、おはようございます。ご紹介をいただきました日本共産党参議院議員の伊藤岳でございます。77回目の終戦記念日を迎えました。この日にあたりまして、この日本の国で絶対に戦争を起こさせない、アジアで戦争を起こさせない、その決意を新たにするものであります。ロシアによるウクライナの侵攻が未だ続いています。一刻も早くこの戦争を終わらせなければならないと思うんです。しかし今日本の国会の中では、このロシアの侵略を契機にして軍事費は倍に、軍拡だ軍拡だ、憲法改正改憲改憲だとよ、随分気な臭い議論が横行しています。さっきの参議院選挙でもこの問題は大きな争点となりました。私たち日本共産党は軍事費を倍にすると言うけれども、ではじゃあ軍事費が倍になったらどこの国からも住められないのか、そんなことはないじゃないか、大体一体倍の軍事費どこからお金持ってくるのか、結局は消費税を増税したり医療や社会福祉を削って財源を生み出してしまう、軍事費倍の道は暮らしの破壊にもつながるんではないか、このように訴えてまいりました。憲法を変えるという論調に対しても、憲法9条があったからこそ第二次大戦後日本は一人の戦車も出さなかったのではないかと、憲法9条の大切さを訴えてまいりました。しかし私たちの努力の不足、力量の不足もあって、この訴えは全国民のものに浸透するまでにいかず、参議院選挙では日本共産党もそして野党全体としても残念な後退をすることになりました。しかし皆さん、その参議院選挙が終わったと街中でも国会の中でも大きな変化、動きが出ていると私は思っているんです。参議院選挙の2週間後、お隣の浦和の駅頭で街角トークを開きました。シールボードを用意して街の皆さんに今の政治の何に関心があるのかお尋ねしたんですが、憲法改正改憲というところにどん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 シールが貼られていくんです。あれ、憲法変えてほしいという思いなのかなと思ってシールを貼った人に聞いてみると、参議院選挙終わった後、改憲改憲、憲法改正改正と急に大きな声を上げ始めた自民党などを見て大変危惧の念を持っている、改憲は慎重にしまいたい、憲法9条を守ってほしいんだという声がたくさん聞かれました。そしてこういうお話をする方もいらっしゃいました。私は選挙で保守政党に入れたけども、あの選挙で自民党は憲法のどこをどう変えるか全く語らなかったじゃないか、白紙にしたわけではないという怒りの声も書いたんです。その通りだと私は思いました。今参議院選挙の後、国民の信を得たと
軍事費を倍に改憲にと示唆する自民党公明党の政治に対して大きな国民の不安の声が渦巻いているんじゃないでしょうか。また参議院選挙の後明らかになった統一教会と自民党との癒着も国民の世論を大きく変えてきていると思います。結局なぜ統一教会が自民党と癒着をしていたのか、その構図もですね、見えてきたんじゃないでしょうか。統一教会系の団体国際勝共連合が憲法改正案を持っていますが、その憲法改正案と自民党の改正案、全く瓜二つなんです。あの緊急事態条項の創設もどちらの改憲案にもしっかり見つけられています。皆さん、緊急事態条項というのはあの緊急事態宣言とちょっとわけが違います。緊急事態条項が発動されれば憲法秩序は一時的に停止をしてしまう、憲法の効力が停止してしまうことになるんです。皆さん、こんな条項を反社会勢力に逃げ出していいんでしょうか。こんな状況を時の権力に逃げ出していいんでしょうか。多くの不安を抱く国民の皆さんと一緒に、私たち日本共産党国会の中で徹底的に統一教会の問題を追及していくと同時に、改憲の論議もしっかりと、憲法を守るという論議もしっかりと訴えていきたいと思っております。先ほど山崎さんも訴えましたように、日本の国で戦争を起こさせないために大事なのは、日常普段からこの国で戦争を起こさせないための対話の努力、平和の努力、これに徹することだと私は思うんです。すでに ASEAN 諸国では実践をしています。意見の対立が生まれたら必ず会議をやって解決する、年間1000回を超える会議を得ながら、 ASEAN の地域は意見の対立があっても揉め事に発展しない、紛争には発展させない、そういう地域、平和の地域を形作っているじゃありませんか。今 ASEAN がこの構想を東アジアの規模に広げて、日本もアメリカも中国にも加わってもらおうという構想を持っておられますが、日本政府はこの枠組みにこそ入るべきだと私は思うんです。私たち日本共産党は、あの戦争の時代から反戦平和の旗をただの一度も下ろしたことはございません。あの戦争の時代に反戦平和の旗を掲げることは大変困難を伴う時代でした。私たちの先輩の党員、作家の小林武史などは、戦争反対といったその一点の理由で牢屋に繋がれ、その日のうちに虐殺をされてしまった。しかしあの戦争中の日本共産党の先輩たちは反戦平和の戦いはやめませんでした。なぜなのか、戦って反戦の世の中を作らない限り、みんな戦争で殺されてしまう、その強い覚悟が戦争中の反戦活動家の背中を押したんだと私は胸に刻んでいます。今軍事費を倍に、憲法改正だ、こんなきな臭い議論が巻き起こっているこの今だからこそ、日本共産党の反戦平和の歴史、しっかり私も胸に刻みながら、明日から始まる国会において、憲法改悪は許さない、軍事費倍にする国は許さない、市民の皆さんとしっかりとスクラムを組んで頑張り抜いていく決意でございます。終戦記念日にあたりまして、平和の誓い述べさせていただきまして、参議院議員私伊藤岳のお訴えとさせていただきます。どうか皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは続いての
弁士をご紹介いたします。塩川哲也衆議院議員です。駅お集まりの皆さん、ご通行中の皆さん、こんにちは。衆議院議員の塩川哲也です。戦後77年となる終戦記念日、改めて亡くなられた皆さんに心から哀悼の意を表するものであります。アジアで2000万人、国内でも310万人以上の方が亡くなった先の敗戦において、日本各地でも沖縄戦や空襲や広島長崎への原爆の投下、多くの方々が亡くなられました。埼玉県内でも9回も空襲が行われ、この川口でも多くの被害が被っています。改めて戦後の出発点は日本国憲法にあります。日本国憲法の前文には、日本国民は政府の行為によって戦争の惨禍を起こすことがないようにすることを決意をする、政府に戦争をさせない、これが戦後の日本の出発点ではないでしょうか。これを投げ捨てて海外で戦争をする国づくりを進めるような、今の岸田自公政権、これに組みするような動きに対して、しっかりと憲法9条を生かした日本の平和外交を大きく前に進めていく、このことを終戦記念日にあたって改めて決意をするものであります。ロシアの蛮行に乗じて軍事費を2倍にするとか、憲法9条の解約や敵基地攻撃能力、沖縄における辺野古の米軍新基地建設、軍事対軍事の悪循環を作るようなこんな動きをきっぱりとやめさせることが必要です。日本の軍事費、今の2倍になれば世界第3位の軍事大国です。これまでの歴史を振り返ってみれば、軍事大国こそ戦争を起こしてきた国ではないでしょうか。こんなことは起こさせない、この声こそ今大きく上げていく時であります。その時に何よりも戦後の国際社会の出発点、国連憲章に訴えられているように、武力を使わない、武力による脅しも行わない、紛争の平和的な解決、これこそ戦後の出発点であり、これを一国の憲法の条文に刻んだのが日本国憲法の第9条ではないでしょうか。その第9条を生かした日本の外交が大きく光り輝く時であります。皆さん、今台湾海峡をめぐって軍事対軍事、悪循環を招くような言動が続いていることを認めることはできません。中国による台湾に対する軍事的な威嚇、こんなことはきっぱりとやめよう。日本共産党はこのことを強く申し入れもしてきたところであります。同時にアメリカがこんな中国台湾めぐって軍事的な緊張を高めるような行為を行い、これに日本政府が組みするような動きを進めていることも看過をすることはできません。こんなことはきっぱりとやめよう、この声こそ上げていこうではありませんか。台湾問題の解決は台湾の住民の皆さんが平和的にその道を解決をする、これこそ政治が保障すべき一番の方向性、この立場で日本共産党は働きかけを行っていくものであります。皆さん、このように紛争をめぐっては武力を使わず対話を通じた紛争予防をする、そういう外交が今国連憲章に基づいて世界に大きく広がっている時ではないでしょうか。 ASEAN の国々のように過去30年以上にわたって紛争予防外交が行われて、現実に紛争武力行使行わせない、このような政治的な積み重ねを行ってきたではありませんか。ここにこそ憲法9条を持つ日本が進むべき平和外交の道、明らかではないでしょうか。この方向を大きく進めていく、そのために全力を尽くす決意であります。憲法9条があることが海外に武力行使戦争を行わない、
その決意の証しとして、プーチンロシアのような国には決してならない、このことを示すものであります。この憲法9条を投げ捨てるということは、プーチンロシアと同じことを行う多くの海外の人々、国々に受け止められる、こんなことを許さないということも、今大きな取り組みとして進めていくときではないでしょうか。そして皆さん、平和をめぐっては、核兵器をなくす社会を作っていこう、これこそ世界の大きな世論となっているところであります。日本の被爆者の皆さんの運動、日本の核兵器廃絶を求める市民の運動が、国際社会を大きく動かして、核兵器禁止条約が実現をすることとなりました。そして今年の NPT 核不拡散条約の再検討会議においても、この核兵器禁止条約の成果が持ち寄られ、そして NPT の第6条に謳われているような核軍縮廃絶、この道に沿った取り組みを行おう、その方向での決議案の検討が今行われている時であります。皆さん、そんな時にわざわざニューヨーク再検討会議にまで行った広島出身という岸田首相が、全く核兵器禁止条約にも触れず、 NPT の第6条にも触れない、あまりにも情けない姿勢ではありませんか。アメリカの核抑止力論に組みするような、核兵器を使うことを前提とするような、こういう核固執する、この政治の流れこそ、きっぱりと断ち切っていくとき、核戦争の被害を防ぐ一番の力は核兵器の廃絶であります。そのためにこそ政治が全力を挙げるとき、市民の皆さんと力を合わせて、核兵器禁止条約署名批准する政府、ぜひとも作っていこうではございませんか。核廃絶に向けた大きな世論と運動を広げるために力を尽くすものであります。そしてこの暑い夏、沖縄では県知事選挙、また統一地方選挙が行われます。米軍の横暴勝手を許すような日米地位協定抜本改定を行っていく、新たに米軍基地を作ることになる辺野古新基地建設はきっぱりと中止をする、そのオール沖縄の代表として奮闘してきた玉城デニー知事再選のために、日本共産党は全力で奮闘する決意でございます。日本共産党は今年党を作って100年となります。戦前の日本共産党の先輩たちの侵略戦争反対、国民主権を求めるこの戦いが、戦後の憲法にしっかりと実っているのではないでしょうか。平和の第9条、そして30条にわたる基本的人権、国民主権を謳う日本国憲法、この立場をしっかりと貫く、その政治の実現のために全力で頑張るのが日本共産党でございます。旧ソ連やロシア、中国の覇権主義、大国主義、アメリカの横暴勝手に対しても、決してこういう無法は許さない、この立場を貫いてきたのも、日本共産党の100年の歴史でその姿を見ていただけるのではないでしょうか。戦争をさせない、その政治の実現のために、憲法9条を守り生かす政治の実現、まっすぐに進めていく日本共産党、終戦記念日にあたって、そのことを改めて決意といたしまして、訴えとさせていただきます。ありがとうございました。3人の弁士からお訴えさせていただきました。今日の宣伝には、川口の市議団の皆さん、そして来春の市議選に挑戦します藤島智子さんも参加をしております。皆さん、暑い中本当にありがとうございました。どうぞ熱中症にも気をつけて、コロナにも気をつけて、何よりも平和を守ろうじゃありませんか。そのために力を合わせましょう。これをもちまして、日本共産党終戦にあたっての川口駅宣伝を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。